巡査長は巡査部長の会にあたる日本の警察における階級的故障。指導役係官。巡査長の階級賞警察法62条に定められた正式な階級ではなく、巡査長に関する規則に規定された階級的職位である。階級賞は巡査とは別のものが用いられ、法級の級も巡査より上位となるが、巡査に属する。 明示的に表現する場合は、巡査長たる巡査、事例等の正式文書では、巡査長警視庁巡査、巡査長兼巡査などと表記される。司法警察職員として、捜査書類等に記名する場合は、司法警察員に指定されている場合を除き、司法巡査の故障を用いる。巡査の階級にあるもののうち、 一定期間の勤務を経験して優れた指導力を認められた者が選考を経て巡査長に任命される。実務上では以下の任官所条件もしくは勤務年数が高卒採用から10年を超えてなお巡査である者は懲戒歴などがなければ特段の選考を経ずに承認させる。巡査長に関する規則では勤務成績が有料であり、かつ 実務経験が豊富な巡査のうち各記の要件のいずれかに該当するものが選考により巡査長に当てられる。採用後の勤務年数が高校卒業者は6年、大学、専門学校卒業者は2年、短期大学、高等専門学校、専門学校卒業者は4年にそれぞれ到達して指導力を有するもの。巡査部長承認試験に合格して、 資格はあるが、まだ事例を受けていないものその他勤務成績が優秀であり、優れた指導力を有するもの通常の係員として勤務するほか、巡査長でない巡査の指導にも当たる。巡査の係員に対して、指導係員と称されることもある。一種の名誉階級。日照の数が多い、線の太さや本数などが巡査よりも、 太いか多いなど巡査より格上であることを示す。ありがとうございます。